フレゴリー・ポール・バードは、アメリカ合衆国テネシー州メンフィス出身の、プロ野球選手。右と左打。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ参加所属。2011年の MLB ドラフト5巡目で、ニューヨーク・ヤンキースから指名され、アーカンソー大学に進学することが決まっていたが、ヤンキースと契約を結び、プロ入りした。保守としての入団だったが、プロ入り後に、一塁手種にコンバートしている。 この年は、参加のルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで4試合に出場した。2012年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ヤンキースで17試合に出場した。あと、A-9 スタテン・アイランド・ヤンキースに昇格したが、怪我で11試合にしか出場できなかった。2013年は、A 級チャールストン・リバードックスで130試合に出場した。この年は、 ヤンキースの最優秀マイナー選手に贈られるケビン・ローン賞を受賞した。2014年は A 級タンパヤンキースで開幕を迎えた。8月2日に A 級トレントン・サンダーに昇格した。オフにはアリゾナ・フォールリーグのスコッツデール・スコーピオンズに派遣された。6本塁打を記録するなど活躍し、この年のアリゾナ・フォールリーグ MVP を受賞した。2015年は AQ トレントンで開幕を迎えた後、トリプル AQ、スクラントン・ウィルクスバリ・レールライダースを経て8月13日にメジャー初昇格を果たし、アクティブロースター入りした。同日のクリーブランド・インディアンス戦で7番、一塁手として先発起用され5打数無安打だった。以後、主砲のマーク・テシェイラが故障で離脱したこともあり、一塁手のレギュラーとして出番を得た。 レギュラーシーズンでは46試合に出場し、打率261、11本塁打をマークした。2016年は右肩を故障して手術を受けたためシーズンを全休した。ニューヨークヤンキース時代2018年は自己最多の82試合に出場したが、打率199、11本塁打、38打点に止まった。 2019年11月20日にディーフとなり27日に FA となった。2020年2月4日にテキサスレンジャーズとマイナー契約を結びスプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。7月31日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。8月11日にディーフとなり14日に FA となった。 2020年9月15日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結んだ。ありがとうございます。